アメリカン航空331便着陸失敗事故とは、ジャマイカの首都キングストンにあるノーマンマンレー国際空港への着陸に失敗し、機体が大破して負傷者が出た航空事故である。オーバーランの2年8ヶ月前に撮影された事故期2009年12月22日、アメリカン航空331便は、アメリカ合衆国の首都ワシントン DC の ロナルド・レーガンはシントン・ナショナル空港を出発し、途中フロリダ州のマイアミ国際空港を経由し、目的地ジャマイカの首都キングストンにあるノーマンマンレー国際空港に向かった。現地時間の22時22分に暴風の中で着陸したが、滑走路をオーバーランし、滑走路外の歩道を横切って、海岸のそばで大破して停止した。同期には乗客148人、 乗組員6人の合計154人が搭乗していた。このうち15人が負傷したものの全員命に別状はなかった。機体は2001年11月に製造されたボーイング737から823で製造番号29,550。12月20日にアメリカン航空に N977 案として納入された。 事故後空港は閉鎖され、約400人の利用者に影響が出た。しかし、ビブの残骸が原因で滑走路の長さが短くなった状態で後に再開された。大型飛行機は2日間にわたり、モンテコベのサングスター国際空港に迂回させられた。アメリカ国間輸安全委員会とジャマイカの調査チームにアメリカン航空も加わって調査が開始された。 その報告によれば、飛行機は2720メートル超の滑走路の約1200メートル地点に着地した。通常、タッチダウンは300メートルから460メートルの間にされるものである。また航空機は追い風制限毎時27キロメートルの中、実際には毎時26キロメートルの追い風を受けており、滑走路の端で、 まだ毎時1 1 6キロメートルで移動していた。またこの滑走路には、大きな空港には、一般的に設置されている雨を分散させる溝が備えられていなかった。さらに着陸時、航空機は機関用の燃料を積んでいたため、重量が重くなっていた。設置後は着陸装置が機能せず、胴体着陸状態となり、横滑りしながら滑走路を飛び出して、歩道を越え、 大破して停止した。機体は全体に折れて損傷したが、全部は砕かれ、後方に、翼やウィングレット、エンジンが飛散した。一部は、ノーマン・マンリーハイウェイの周囲を覆うフェンスを越えて、キングストンの外交及び、カリブ海の海岸数メートル近くまで飛ばされた。事故当時、空港の侵入塔のいくつかが作動していなかったのでは、ないかとの懸念もあったが、ジャマイカの政府関係者は、 誤作動はなかったと結論付けた。アメリカ国務省によると、乗客のうち76人がアメリカ人であった。92人が病院へ搬送されたが、人命に影響するほどの傷は報告されなかった。ジャマイカの報告書は12月28日時点で、調査のために大部分の乗客と乗組員の所持品がまだ返されていなかったと述べている。 アメリカン航空は手荷物の保証として各乗客に5000ドルを支払った。ありがとうございます。